キーラン&ウォーク5月一月だけで3000キロ走ったというあのカトルスさん、カツさんという名前でですね、こちらシャンソン歌手として活躍されているというんですけれども、果たしてその本拠地ちょっと行ってみましょう。お、カトルスさんは5月1日に下関から本州縦断フットレースに挑戦、青森まで1550キロを12日と18時間23分という新記録で走破、そのまま折り返して5月30日下関に戻る3058キロを走り切りました。取材に訪れたのは偉業達成から3週間後、疲れをみじんも感じさせない歌声に驚きました。いやー、何なんですかね、まあ、積み重ねで気づいたら3000キロになってたっていう感じですかね。去年までの数字では2000というのがもう人間の限界ではなかろうかと後半、まあ、ボロボロになっても歩き続けてもいけるかなぐらいな感じで思ったんですけど、ボロボロにあんまならずに最後まで走れてたんで、そこすごい自分でもびっくりしましたね。二人なら苦しくなんかないさ、本州縦断を往復するという信じられない挑戦、なぜそんな過酷なチャレンジに踏み切ったのか。それは去年一足早く往復に挑んだ男の勇姿を目の当たりにしたからでした。下関のゴールまであと12、3キロっていうところで、向こうから走ってくるバーラさんを見た時のあの衝撃、本当にこの人往復するんだ、あの境地に足してみたいみたいな。今39なんですけど、30代のうちに何かやろうかなってこういろいろ考えた時に、もうすぐ、あ、本州縦断往復だっていうみたいな。シャンソンとマラソンをこよなく愛しております、歌うアスリート改め、最近は歌うアイアンマンと名乗ろうかなと思ってます。アイアンマンっていうのは鉄人と書きます。変人って書かないでくださいね。どっちが自分だと思います？ね、それやっぱこのお客さんからも、この同じ業界の人からも言われるんですけど、なんか、まあ、基本的にはこの路線、歌うアイアンマンとして、まあ、歌って走って、なんかまあやっぱ走ることで歌うことでなんかこうね、いろんな人たちがこうねつながっていったらいいなって、こういうシャンソンの世界があるんだ、こうライブのね、世界があるんだってことを、まあラン関係の人に、まあ、知っていただけたらと思いますし、で、まあ、歌手仲間でね一緒に走ろうっていう人が増えてもまた、ね、くれたらまたそれはそれで嬉しいですし、何かしらの相乗効果が生まれてくれたらなと。最後に究極の質問、月間走り込みはどこまで数字を伸ばせられますか？まあ、3333にしときましょうかね。わかりました、はい、令和33年ぐらいに、だいぶ先なのあのガンツさんが確か2222でしたからね、まあ、次さ多分3333、ね、言っちゃった、いやいや、めっちゃ言わせたじゃないですか。